モンハン界一、害悪すぎる、理不尽モンスター。まずはタックル大好き、ガノトトス。あの例の技で有名な。そう、こいつの害悪ポイントは、もはや代名詞と言える、悪空間タックル。今となっては修正されたものの、セカンド G 以前では、タックルの反対方向にいても食らったり、明らかに当たらない高さでも食らったりと、異次元な当たり判定になってたよ。日大より悪質ですね。このタックルの理不尽さと、ずっと水中にいて攻撃できないうざさが相まって、ガンナーでの討伐が推奨されてたんだ。こいつのためだけに、ガンナー装備作った人もいたみたい。昔は防具も、ガンナー用と剣士用分かれてたもんね。でも今度はそれによって、新たな悲劇が生まれてしまったんだよ。どういうことですか？